久保さん、今回は新しいものだけが正義じゃない。新しいものだけが正義じゃないとかにしておきましょうか。ちょっと書いておこう。新しいものだけが正義じゃない。なんだ、まあ僕ね、この前、昨日か、スーファミの動画アップしたら、まあ、見てくれてる人がいて、いや、僕も昔やってました、みたいなね、いただきまして。やっぱまあ、テレビ番組とかもそうなんですけど、昭和の名曲とかね、未だに流れるし、多分10年後も20年後も昭和の名曲って多分、まあ昭和世代が生きてる限り多分コンテンツとしてはいいので、多分流れるでしょうね。ただこれが100年後、300年後になってくると昭和の名曲はさすがに流れないかもしれないですけど、まあでも一部は流れるかもしれないですね。昔この昭和時代っていうのがあったよ、みたいな。だから結構今の世代って昭和、平成、令和で、結構でも日本を支えてきた人ってまだ昭和だと思うんですよ。だから昭和の人数って多いと思うんですね。で、しかも昭和ってね、平成30年でしたけど、昭和の方が60年ぐらいありましたからね。昭和59年だったかな。僕も昭和生まれで、久保さんも昭和生まれだと思うんですけども、やっぱね、昭和世代って結構、やっぱ昭和世代にやっぱ響くコンテンツっていうのがあって、なんか新しいものって響かないんですよね。なんかそのプレステ5なんか響かないんですよ、全然。まあ人によってはまあ全然違うとは思いますけど、昭和生まれでもやっぱ最新のプレステ5がいいっていう人もいるけれども、やっぱ僕とか久保さんみたいに、ちょっと新しすぎてついていけないみたいな。なんかレトロ感の映像の方がなんかいいっていうね。なんか要は、その製品を買うんじゃなくて、本質的には思い出を買うというか、思い出に浸るというかね。なんかアルバムとかもそうじゃないですか。なんでアルバムを取っとくのかっていうと、昔こんなことあったね、みたいな。っていうのが、その時の、要は価値の変動ですよね。その時はただの記録だ。その時は写真の記録。まあその時も思い出として撮ってる部分あるんだけども、時が10年後、20年後、その思い出を見返した時に、その価値っていうのは増幅してるんですよね。それは過去の思い出っていう量が増えている。まあ時間とともにその思い出の価値がどんどん増えているっていうね、懐かしいなみたいな。でもその懐かしいなって思える感情を買っている。でもそれが昨日だったら懐かしいとは思えないんですよ。懐かしいなみたいなね、昨日の出来事をね、昨日飯食ったことを懐かしいなとは思えないんですよ。でも、久保さんがちっちゃい頃ね、母ちゃんに作ってもらったカレーがあるんだったら、懐かしいなみたいな、これ母ちゃんの味だ、お袋の味だみたいな。うわーみたいになるだろうし。だからね、価値っていうのはね、ほんと面白いですよね。だからここを理解していると、本当にその多種多様な価値を扱える。逆に言うと知らないと、まあこういう概念を知らないと扱えないので、なんですかね、まあレパートリーが少ないというか。だから情報発信って本当にね、いろんなことができるので、本当ありがたいですよね、久保さんね。そう。まあ無限ですね、マジで。無限です。いってらっしゃい。